我々のこの、まあ、私事でございますけれども、うん、エレカタの近藤太郎が4月から、うん、沖縄でも、うん、本放送ネットされたということでですね、うん、尽力していただいた沖縄のね、方たちにちょっとご挨拶も兼ねて、はい、うんうん、先週行ってきたんですよね、はいはいはい、沖縄に、うん、でまあそれに伴いというか、まあ、それもプラスアルファで我々の、ライトガールズという僕とサンデー神出さんというですね、うん、ミュージシャンの方の2人のユニットの、はい、シングルが、とうとう来週出るんですよ。5月22日にですね、うん、配信開始されるんですけど、うん、ラブイズワールドという、うん、曲のミュージックビデオもそう、ね、撮ろう、ね、沖縄で撮ろうということで、うん、はい、まあそのエレカタでねこの本放送が4月から始まったことがなければ多分そうか沖縄では撮るっていう企画にならなかったんだけど、うんうん、まあそういうのもあるし、うん、じゃあやろうかってことで行ってきたんですよ、うん、素晴らしい、うん、で、うん、まあ我々当然そのミュージックビデオを撮る時間もありますけれども、うん、プラスアルファまあお礼もしたいということで、うんうんうん、なぜかこの番組の、うん、ディレクター島田も、うん、なんかどうしてもいやでも、まあ、でもそれは分かんなくもないけど ね、まあ、ディレクターですからね、うん、このやり方も、はい、来るということになって、うんうんうん、それはね、お礼を言いたいというか、うん、まあいいんじゃない、じゃあまあまあどうぞみたいな、まあまあ自腹で来てるんでしょ、うん、それでまずその LINEで打診が僕にあったんですよ。行きたいです。でもちろん僕らはそのミュージックビデオを撮るっていうのがまあもちろんあるので、その予算の中で、うんうん、そのビクターさんとの予算の中で、カツカツでやってるわけですよ。そうだね、俺とサンデーさん、うん、であの DJ の厚夢くんの3人、うん、まあ、まあ出演者として、うん、まあ行くとして、はい、でディレクターの菊池、うん、そしてまあカメラマンもこれもまた名前一緒なんですけど菊池、はいはいはい、このダブル菊池が今回そのミュージックビデオを撮るために、うん、なるほど。ということで、ね、まあ、全部で5人の編成、うん、まあ、マネージャーも来ない、もう予算がないから、ね、最小人数だね、そうそう、それでまあそこの5人の編成で行くことになったんですよ、うん、そこに、うん、まあ、島田も、うん、まあ、参加したいということで、うん、まあじゃあどうぞどうぞ、まあ、ね、ご勝手にという、うん、ことだったんですけど、まず折り台は出してよ自分でっつってね、折り台は飛行機のその飛行機、うん、どうしたらいいですかみたいなのが。いやいや、俺に来たんだ。まあ、しょうがないよね。しょうがない。わかんないよ、それは、うん。人間の世界に来て、間もないんだから。で、俺に来たんですよ。うん、で、まあ、俺は、まあ、慣れてますから。あ、飛行機のね。うん、チケット。だから、こういうチケットで、だいたいこれぐらいで行けるよっていうのを検索してあげて。うん、優しい。で、まあ、送ったんですよ。ゴリラ島田に。飼育員優しいね。そうだね。ってしたら、愛情だね、そこ愛情。愛情あんだよな。何を思ったか、よろしくお願いしますって来たんですよ。あそうだな、おかしい。よろしくゴリラの良くないとこ出ちゃったね。タレントに買わせるなって言うんだよ。それな、どういうことだ、どういうことだよ、本当に。はってことで、うん。うん。で、まあ、俺はそう、100歩譲って、うん、取ってあげるのはいいけど、うん、お金はもらえますよって言ったら、うん、そうね。完全に沈黙なんですよ、もうそれで。怖い怖い。すごい、何その引きこもりのゴリラみたいな。欲しいもんだけ、ドアの下から紙で出すみたいな。で、何取ってやったらいいの俺が。うん。後でお金はもらうけど。うん、そりゃそうだ。シーンみたいな感じで、全然返信がなくなって。どうすんだよって言ったら、うん、なんか、うるせえみたいな感じなんですよ。あ、まあ、わかります？どうすんのみたいな。ちょっと面白い、ね、面白に寄せて、うやむやにするやつ、ね、そうどうすんのってなったら、なんか、うるせえ的な返信が来たんで、あー、またその、かまってかまってなと思って、甘えてきてるな。全無視で。甘えてきてるからね。全無視して。で、まあ、その日を迎えたんですね。で、僕は5月の9から、はいはいはい、行ったんですよ。うんうん、で、撮影が撮影が5月9から12まで一応撮ってて、はい、撮ってて、で、木、金、土、日ですよ、はいはいはい、先週の、うんうん。で、木、金、土で撮り終わらなきゃいけないんですよ。サンデーさんのスケジュール的には、うん、その土曜の最終で帰るので、うんうん、その木、金、土、3日間しかないですよね。うん、そうか。南国の夜だけの撮影じゃないし、ね。3日間しかないんだけど、9、うん、に関してはもう夜なんで着いたの、うん、ほぼ撮れないんですよ。うんうん、だけど、まあ、だから、ま、ほとんど10、11で、はいはいはい。取り切んないと、ね。ああ、結構大変だ。で、まあ、12は予備日で取ってて、うんうん、まあ、サンデーさんがいないまでも、うん、この、まあ、梅雨入り、沖縄ギリギリのとこだったんで、うん、雨が降ってる可能性かなり高かったんで、うんうんうん、一応その予備日として取ってたんですよ。はいはい、で、まあ、4日間一応抑えて、僕らは飛んだんですけどね、急に。うん、で、まあ、その時に、まずは、
あの、沖縄で今回ラブイズワールドっていう歌が、うん、そのみんなのところにこうラブストーリーが舞い降りてくるみたいな歌なんで、うん、いろんな人に会おう。で、今まで俺沖縄でいろんな人に会ってきた、うん、その人たちに全員にこう会いに行こうみたいな感じがあって、うん、で、Q に行った時には、あの、セアロガイおじさんっているでしょ。はいはいはい、はい。ネットとかで有名なね。セアロガイおじさんにちょっと Q は会おうかってなって、すごいね、うん、で、セアロガイおじさんとこう、うん、あ、知り合いだった飲むことになった。いや、別に知り合いじゃないんだけど、ツイッターで、あの、会わないって送ったんですよ。そしたら、会いたいって言って。ああ、すごいね。夜のセアロガイおじさん見たことないもん。そうだね。大体綺麗な、待ってもむちゃむちゃ。どっちか見たことない。まあ、いい感だよね。いろんなその社会のニュースに対して、ね、沖縄の綺麗な海をバックに、赤い T シャツ、うん、それで赤いふんどしで、うん、あの、叫ぶと。自分の主張を叫んで、うん、最後、セアロガイっていうのが、まあ、うんうん、すごいちょっとね、なんていうか、結構話題になったんですよ、まあ、ちょっと前ね。ね、うん、YouTuber なの、あの人。いや、あの人、ツイッターの方が多いのかな。あ、まあ、YouTube もやってるけど。はいはい、でまあ、そういうセアロガイおじさんとかいて。ツイッター用の映像なんだね、うん。まあ、その子も沖縄にいるから、はい、じゃあ会おうか、うん、なって。で、会うことになったんですよ、急に。うん、そしてもう、セアロガイおじさんが、まず、その、セアロガイおじさんは、俺より全然年下のおじさんなんですよ。そうだよね。年下のおじさん。俺のがおじさんなんですよ。俺のがおじさん。俺のがおじさん。俺のがおじさん。セアロガイおじさん。セアロガイおじさんよりも、俺のがおじさん。俺のがおじさん。お前の方がおじさんだよ、セアロガイでしょ。あー、違う。セアロガイおじさんか。これに対して。うん。なんであんたにおじさんって言われなきゃいけないんだっていうぐらいのさ、セアロガイおじさんなんだよ。そんなセアロガイおじさん。俺の方がおじさん、セアロガイってことですよ。そうだよね。俺からすりゃね、うん。セアロガイね。GUY ね。で、おじさん、まあ要はその略しておじさんが、うん、もうおじさんになっちゃうから、ね、そこ残すのかよ。セアロガイが、セアロガイね。セアロガイと、まあ急に会おうってなったんだけど、うんうんうん、なんか、セアロガイが、なんか、その、ついて、ガイがついた時間にいくら連絡しようしても、なんか全然無視してんすよ、セアロガイが。あれやばい。その前までは、それよく聞くな。前々日ぐらいまで、その、やりとりしてた時は、もう、兄さんみたいな、ありがとうございますみたいな、DVD も、見てますよみたいな、セアロガイみたいな感じなんですよ。すごいよね、晴天の海でね。TBS、レディオではもう本当お世話になってるんですよみたいな。いいじゃないいいじゃん。それこそ歌丸さんのなんか何とかにも出たし、四季さんのにも出たと。うんうん、そうか、ね、そうだからもう、ただ主張があるから、ね、だから僕らのもあの、エレカタも聞いてますよみたいな、うん、沖縄も始まったから。熱量あるじゃん、熱量。会いたいっすみたいな感じになったから、うんうん、そすげえ勢いで来てくれるのかと思ったら、うん、無視してんすよ、俺がついて、その、セアロが、今からあそこ行くぜって言っても、その、全然帰ってこないんですよ。帰ってこないから、どうすんだろうな、なんつって。もう、作戦名、島田を、あの、観光してるよね。もう、しょうがね、もう、セアロがおらへんやないかと思って、でもその日は、もう、その、すごいお世話になってる、うん、まあもう本当、沖縄で、俺も日本で一番うまいと思うんだけど、そのピザ屋があるんですよ、バカールっていう。その、日本で一番うまいと思ってる、俺が思ってる、そのピザ屋に、一応予約を取って、で、そこの、あの、中村さんっていう人がそのピザ焼いてくれるんですけど、その人とすっごい仲良くなったんですよ、僕、昔、昔でちょっと前にね。で、まあ、その人に、あの、二日間ぐらい撮影協力を、頼んでて。まあ、ピザ屋さんもね。うん。だからまあ、まずはここで撮ろうっていうので、まあ、90しかその中村さん、スケジュールがないっていうんで、で、9はじゃあそのピザ屋予約して、もうそこすごい人気の店なんですよ。で、まあ、僕らもその、行ってね、サンデーさんと。まず。食べながら待ってたんですよ、セアロガイを。ピザロガイでね。ピザロガイでセアロガイを待ってたのね。ピザロガイ。セアロガイが、本当になんかその、ずっとその、無視してて、絶対見てるんですよ。8時とかなんだから。絶対起きてんのに、なんか寝てましたみたいな。まあ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 。変な空気なんですよ。うん、なんかおかしいけど。今から行きますみたいな感じで来たんですけど。あんまテンションが上がってないですよ。どうしたんだろう。で、来たんですけど、普通の浪人生なんですよ、パッと見。いやいや、まあ、若く見えるけど。T シャツとかも着てないし、なんか。T シャツ着てないって何着てんの？赤い T シャツ着てないし。ああ、いや、それ裸じゃない。なんか衣装だけ上がってシャツと、切ったらジーパン履いてる。いいじゃねえかよ。そこはいいじゃねえか。で、うだつが上がんないんですよ、セアロガイみたいな。プライベートだから。スイッチがセアロガイみたいな。まだセアロガイじゃないんだよ。で、俺何にも言ってなかったから、撮影して、るのを知らなかったらしくて、会おうと思ってただけみたいで、そっかそっか、普通の素で来ちゃったから、撮影のね、撮影してたんで、そうか、そうか、撮影だったんすかみたいな、これで出るのか、赤いやつ履いてくればよかったっすかみたいな感じになったんですけど、
そのセアの場合は本当なんていうかな、笑っちゃうな、合ってんのかな、どうやらやっぱりその呼び方合ってんのかな、かけてきたのも最初から分かってたけどもう聞いたことある、それ小川とかでも散々聞かされてるよ、なんか、うん、なんか面倒くさくなっちゃってなんだ若いな、おじさんなのに若いな、結構ちょっと飲ませたら、うん、もうそのペラペラ喋り出してそれ、うん、まあまあ、眠くなっちゃってやついさん連絡来たけど、うん、パッと見て、うん、ああと思ったけど、うん、眠くなっちゃったし、うん、ちょっと面倒くさいな、ちょっと面倒くさいなと思って無視しようと思ったんだけど、うん、でもやっぱり行かなあかんやろがいと思って来たんすって言うから、うん、まあまあまあ正直に言ってくれたからね、うん、そうなのみたいな、うんうん、まあまあまあそのなんでそこで一回その行かないでいいかなと思ったのって眠くなっちゃったんですよねって大した理由じゃないんですよ。なんかあれ、主張が絶望する感じだからね。そうだね。あの、普通はね。聞いてほしいことがある。大した理由じゃないんですよ。熱量ある感じだからね。いやいや、なんか、うん、ちょっと眠くなっちゃってみたいな感じで。うん、で、もう、いけしゃしゃとピザだけ食ってさ。ピザ屋さんだから。戦わっていいじゃん。うん、でも俺らもなんとなくもう、じゃあ終わるかみたいな空気出てんのに、うん、そのタイミングでハイボール頼むしさ、セアロガイは。あ、やっぱ、延命作業なのかな、これ。どういうことなんだろう。いやだから何も空気読めないのよ、だからあんな叫んでんでしょいやいやそんなことはないと思うけども、だって誰も聞いてくれない、空気も読めないから海に叫んでんのよ、だってもう終わろうって空気なのに、ハイボールつってんだもん、バカなんだよ、そこをじゃバカなんですよいじりがいだって、いじって欲しかったよね。言ったよ、俺だから、ね、うん。なんでこのタイミングで頼むの、うん、初対面だけど。初対面なんだよね。だからそれがやっぱ距離を縮める。セアローガイおじさんの話聞いてあげればいいんだ。感じだったじゃない、うん、なんだろうとか言ってたけど、うんうんうん、あ、すいません、みたいな感じで、うん。それも大したことないんですよ。飲みたいからね。飲みたいから。飲みたいですよ。飲みたいからっていう、ね。で、まあ。自分のタイミングでね。で、まあまあまあ、その2軒目も行って。で、行ったんじゃん。2軒目も行って。あ、でもいいじゃん、いいじゃん。まあまあ、その撮影もね、その晩、その、バカール の、うん、その中村さんという人が紹介してくれた、うん、これまたその一番うまいナポリタン、うん、あるから行きましょうって言って、ナポリタンの後ナポリタンの店行ったの、そうナポリタン、これは食っといた方がいいですって言ってナポリタンを食べ行って、うんうんうん、そこもなんかうまいんですけど、ギターがあったんですよ、うん、でそのいい音を出すなんか弾きながらこう飲めるみたいな、おしゃれで、サンデーさんと厚野くんが弾きながら、うん、そのラブイズワールドを歌える、そのシーンなんか撮る予定なかったんだけど、できるからね、多分中村さんがそういうのも分かってて、うんうん、わざとその店に連れてってくれて、ね、中路がやるね、中路が、俺らもこれ、ガイは歌いながら全然ガイじゃねえんだよ、やるセアロがセアロがセアロがやるでしょ、だからよかったって言ってた、だからこんな歌聞けてよかった、うん、やっぱあの時自分と判断間違ってなかったって、眠いし眠くてよかったって言って、眠くてよかったなんつって、いい子、いい子ね、純粋なんだね、めちゃめちゃいい子なのよ、純粋なんだ、奈良に住ん、奈良の子なんだけど、うん、あ、そうなのよ、天理の子なのよ、で天理の子なんだけど、大学で沖縄来て、それからもうそのままずっと向こうのなんかお笑いのあるね事務所入って、でそのまんまそこに入っちゃったんだって、はい、だからもうそこで住むようになっちゃったね、住むようになっちゃったんだって、面白いね、だからそういう子らしいんだよ、何歳ぐらいなの、まあ、若いだろうけどね。30ぐらいのかな、知らないけど。で、まあ、沖縄ではなかなかその、なんていうの、食っていけないという。ああ、なかなか大変なんだろう。らしいんですよ。で、まあ、その、始めてみたらすごいブレイクしたというか、セアロガイをね、YouTube とか上げててみたいな、うん、話を聞いたりして、ああ、いいじゃん。で、まあ、その日終わったんですよ。うん、まずね。うん。それで、島田いつ来んのかみたいな話になったんですよ。そうだね。これ、平行線で2つのストーリーがあるからね。島田、島田も。そしたら島田は、10日のバージョンね。10日の 夜に着きますと。はいはい、明日で、ね、10日の夜っていうのは、うん、俺らのライブの日なんですよ。ライトガールズの。それに間に合うように行きますっていう、はいはいはい。南国の夜でのね。そう。で、まあ、南国の夜のライブに間に合うように行きますんで、うん、つってね。うん、で、TBS ラジオからも、うんうんうん、沖縄の放送をね、うん、ありがとうございましたみたいなお礼を、うん、言うようにみたいなことを、ちゃんとその、無知でね、無知を叩かれながら教わったわけでしょ、教わったらしいんですよ。分かってるかって、お使いだと。で、東海夜着きますってな。これだけだぞってお前に頼むの。で、東海夜着くと、いうことになってね。まあ、俺らは、10日の朝から、またその、うん、まあ、みんな1個の、うん、コンドミニアム借りたんですよ。6人ぐらいいたんで。うん、いいね。うん、6人はやっぱりその一部屋借りるよりは一個ドカンって借りちゃった方が楽なんで。格安だしね。と思ったらここで、そのサンデーカミデさんが、
俺無遊病ダンスって言うんですよ。いろんな器があるけども、止まってみたら、止まってみたら分かることってあるよね。いやいや、それで一緒に止まるの初めて、初めて、もちろん初めてないよ、ね、イベントあちこちでやってるけど、誰に聞いても、うん、サンデーさんが寝てるところを見たことないっていうわけ。あ、歩いてんの？さんまさんみたいな感じなの。だから、うん、あ、喋ってる。ずーっと。いやいや、見てる、寝てるとこ見たことないし、うん、その、どっかライブやった後に、うんうん、どこに帰ってるかもわからないっつうっすよ。怖い怖い怖い。だから、うん、今日は楽しみだなって思ってたら、あ、みんなね。無遊病だから、うんうん、って言って、うん、僕は、ちょっと、個人的に、うん、ホテルを取ったって。いやいやいや、みんなで泊まるはずだったんだよな。コンドミニアムに来なかったんですよ。一人だけ、そのわっかわかんない、あれですよ、またその那覇で撮ってないんでね、撮影の、撮影の都合もあって、那覇からその40分くらい離れてるとこだったんですよ。で、まあそこのコンドミニアム借りてたんで、まあ近くにそんな大きい方ではないんですけど、本当になんかマンションの一室みたいなのをわざわざ撮ってて。あそこの？うん。ちょっと泊まろうってなった瞬間そうなって、だって迷惑かけちゃうっていうんですよ。共同で寝てたら。ああ、そうか、そうか、一人急になんか立ち上がって、うん、あ、そうか、うん、その、ずーっと、その、なんか座ってるっていう状況だったり、したこと、見たことがあるっていうんですよ。その、あつむくんは同じバンドの、ね。ああ、周りのね。うん。それでもう、あの、気絶するまでそのテレビを見てるって言うんですよ。いやいや、わかんない。テレビ見てたら気絶しないじゃん、だって別に。いや、なんか寝れないっていうか、起きて、うん、起きちゃって、その後はもう気絶するまでテレビを見て、うん、で、そのままその、座ったまま寝てるみたいな。即身仏みたいなの。のことを見たことがあると、あつむくんは。だからちょっとその、まあ、じゃあ一人になりたいんだね。まあまあまあ。そういうのがあるらしく、うん、で、その、睡眠がね、サンデーさんは、ちょっとその、来れないってなって。で、一人だけホテルに行ったんですけど、そのホテルがまたクセモンで、その、受付がいないんですよ。誰も。全くいなくて。入れない入れないんですって。あ、結構な時間になったらもう夜が。もう夜なんですよ。だって、その、ピザ食って帰ったんで。0時ぐらいかな。2軒目も行ってね。したらいなくて、うん、どうしようってなったんですって。おー、まあそうだね、うん。入れなかったらね。で、うん、なんとか、なんとか、なんとかってホテルなんですよ。うん、あの、名前があるのね。うん。うん、まあその、与那国1、与那国2みたいな感じで、うん、で与那国2っていうホテルらしいんですけど、うんうん、その、受付は、与那国1って建物にあるらしいんですよ。で、まあまあまあ、与那国2、本館ね。与那国2っていうホテルに行こうとしたら全く入れない。うんうん、だけど、与那国1のありか、あの、場所がわからないと。うん、ああ、横にないんだ。横とかじゃない。横にないんですって。で、与那国1を探して、そこからなんかその、うん、街をこう、ちょっと徘徊して。RPG じゃん、もう。相当深夜でしょ、しかも。そう。で、その、怖いよね、土地勘ないもんね。コンビニの人に聞いたら、与那国1、あれ、そこじゃないかってなって、行ったらいなくて。1にもいない。で、もうしょうがないから電話したら、その、なんか受付なんかなんかの電話したら、その男の人が出て、ちょっと待っててくださいね、って言って、その人が、その、どっかに遊びに行ってたのか。いなかったらどうか、外出ちゃったのね。来なかったらもう行っちゃうんだね。うんうんうん、で、サンデーさんが言うには、うん、多分、カーセックスをしてたっていう。何なんでだよ。カーセックス。電話の感じが。いやそんなの、どんな音してパンパンしてるわけ。うーんとか、女の愛嬌してるの？自分、その、話してる人が、ちょっと待っててください。止まる。で、多分サンデーさんは、それは、だから電話を出てる人は一番わかるじゃん、その空気感は。まあね、まあね。多分、そのカーセックスしてた。いや、カーなの？あれじゃない、ジンもよくある。その後だってカーで来たから、そいつが。いや、女性、いないでしょ。ちょっともう来ないと思ったんでしょう。それでちょっと、カーに行って、ちょっと軽く、その、カーセク決めたんでしょうね。なんでだよ。決めねえよ、お前。客来るかもしんないのに。出前出るとこはやっぱおっとり。なんでだよ。出前出るとこはおっとりですよね。出なきゃいけない。いや、おっとりって、俺あれじゃねえ。ジンの方だと思うよ。ジンのあの、よくトイレに行って。あ、そうじゃない。うんこしてるところに。じゃあ、そこからだって、カーで帰ってきたんだから。じゃノグソじゃない。ノグソ、ノグソウソって。ホテルだ。ホテルだよ。ノグソ。信じられないぐらいノグソが好きで。じゃあ、ホテルの受付なんだホテルでやればいいよ。はい、今、じゃあ、だったらトイレから出てくるのはわかるよ。で、カーで来ちゃってるから、カーで。こんにちさんですかって。今
まいや多分ちょっと待ってくださいカーセックスしてたらしいんですよでオーラかやなじゃねえよなんでそれ認めるんだよオーラかやななんつってオーラかじゃねえよめちゃくちゃ情熱的じゃねえかよカーセックスしてるのなんて出るなよオーラかとは言わねえよそれ終わってから出ろよオーラかやななんつって鍵を渡されて上出さんがオーラかなだけであってそいつはオーラかじゃないよ神出さんがオーラかそうだよそれでフロントはめちゃめちゃ情熱的だよパッションだよパッションそれこそベタベタの手で渡されてかっていうやつ俺があったら何ベタベタの手だったベタベタの手ってそれでまあまあまあ事なきを得たというか、うんはい、でまあそこから泊まれたんですけど、うん、よかったねっつってでも次の日は朝から、ね、でもずっと雨なんですよああ9も雨10も雨、はいはい、あでその日はその中村さんに、うん、あのオープンカー借りてて、ね、おお雨かけてそれでその雨の日オープンカー借りててオープンカー借りてていやもともと雨とは思わないからその90でその中村さんがその持ってるそのかわいいなんかこうかわいいモークっていう昔のジープのちっちゃい版みたいなでそれを上が開けれるんですよちょっとそれをこう乗ってで海をね、うん海に突っ込んでく、その、道があるじゃない沖縄とかに。で、そこで撮影しようみたいなことになってたんですけど。え、それフロントのカーセックスのやつじゃないのこれはフロントの車じゃないのそれでまあ、それ朝から、まあ、集まってから。雨がオープンカーでカーセックスだよ。おおらかだな。オープンカーでカーセックスだったら、それはもう、カーじゃないよ。それはもう、それはもう外、外。外だよ。それはスカイ。スカイ。スカイのシーン。あと声も聞こえるだろうしね、もうね。雨降ってんだろ、だまあでも、それ雨降っちゃってて。もうちょっと疲れないよ、ね。フォローを外せないってなったんですよ。そうだよ、そうだで、しかもそれ、モークってすっごい古い車なんで、雨にちょっとまずミッションなんですよ。ああ、大変だね。俺は運転できない。そうか、ん。サンデーさんは運転できるんだけど、うん、20年乗ってないっつって、あ怖いね。ちょっと練習させてくださいってなって、ちょっとやったんだけど、うん、本当そう全然前に行かないぐらい、ね、なっちゃうんだけど、ね、それよりも何よりもちっちゃいから、うん、そのオープンカーの予定だったけど、ホローをつけてたんで、もうでかいですよ、サンデーさん。でかい、でかい。187ぐらいあるんで。でかい。もうなんか、もうすげえね、顔もでかいもんね。ルパン三世みたいな感じでやって、やってて。で、まあでもこれで、どうやって撮るのかなと思ったけど、一応撮るかってなって。難しいよ、だって菊池くんとかもね、もし乗せてたら。結構、あっちまで巨人だからね。どうか、つって、もう、まあ、雨の中さ、うん、その溝の道行って、うん、まあ、撮ったんですよ、一応ね。人はいないでしょ、まあ、いるんですよ。いるんだ。普通にいるんだけど、びしょびしょで撮ったんですよ。うん、で、まあ、撮れはな、撮れ、もう、フォローは撮れないし。だから、起伏繋ぐたりとか。でも、その、あ、なんていうのかな。基本的にはドアないんで。ああ、側面に、ね。上に乗るカートみたいな感じなんで。すげえな。面白いね。かわいいんですよ。だから、もう横からむちゃむちゃ雨入ってくるんですけど。あまあでも俺らも、ね、とにかく笑顔で。まあまあ、ね。ブイズワールドなんつってやってて。で、まあ10日はそれで終わってね。うんうん、大変だったけど。とうとうライブですよ。そうか。夜ね。南国の夜で、ねうん。それがやっぱ基本メインで使うところではあるんだ、ね、まあまあまあ、そこも撮ろうと思ってたんで、うんうん、そしたらまあそのリスナーの人たちも結構来てくれて。よかった、よかった。写真見たけどね。うん。まあ、まあ40人ぐらいいたんだよね。40人ぐらい来てくれたんですよ。急遽やった割には。で、夜10時からっていう。ね、遅いしね。しかも、ギノワンというね、まあ、いろんなこう、アゲンストがありつつ、40人ぐらいのお客さん来てくれて。で、俺たちが着いた時に、ずーっと上を向いてるゴリラがいたんですよ。あ、どこ、え、外に外にいたんですよ。なんか、でっかいカバン持った、なんかずっとここかなーってぼーっと立ってるやつがいて、あれ島田だってなって。幸せの黄色いハンカチみたいね。出所してきた。出所してきたから。で島田は、その先週も話したと思うんですけど、うん、これ来てくれた人には、そのラジオのステッカーをあげるっつってたんですよ。言ってた、言ってた。で、まあそれもあるし、うん、あ、よかったよかった、間に合ったかな。宣伝もできるしね。ね。で、まあ入って、うん。で、なんか平気でね、こう無料で入ろうとするんで、うん、そのチケット代買わせて。あ、まあそれしっかりした方がいい。そうですよ、うん。なんか関係者ずらして入ろうとするから。危ない危ない。危ない危ない。とりあえず、払えよっつってもらって、うん、知り合いだからね。俺がなんつってんすよ。俺がなんつってさ、何の関係者でもないのに、今までこの2日間何の協力もしてないのに、やばい俺がなんつってんすよ。ライトガールズ、うん、ライトガールズだからね、うん、今回は。俺から金取るすかみたいなこと言ってて、うん、いや、取るでしょ、取るよ。ただの客でしょ、ただ来ただけでしょ、うん、みたいなこと言って。うんうん、ここでまた、しぶしぶ払ってさ、うんうん、で、まあ、
バナナのついた2000円札くれてさ。なんだバル汚ねえな、バナナ。でも払って、も払ったからお客さんとしてね、ありがとうございますって言って、はいはいはい、そこからまあ丁寧に接したんですけど。うんうん、で、じゃあ、その、リスナーの人がまあ結構来てたんで、うん、俺らもこう、話しかけられたりして。うん、で、ステッカーはって なるじゃないですか。うん、あ、まあ聞いてくる、ね。当然聞いてきてるから、ね。ありがたいね、本当に。で、島田に、ちょっと、うん、みんなが言ってるから、うん、ちょっと先にね、ステッカーくれよ、つって、うん。配っちゃおう。言ったんですよ。え？したら、その、なんていうんですかね、わかりやすい、慌てん坊の女の子みたいなのあるじゃないですか。うん、カバンを。あちゃみたいな。ガチャ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 みたいな。あれあれみたいな。おかしいな、つって。おかしいな、みたいな感じで、忘れてきちゃいました、つって。あ何にも持ってきてないでしょ。何も持ってきてないじゃん、じゃあ何持ってきたんだよ。何を持ってきたの？お前何、せっか忘れてきたのって、うん。じゃあお前何してきたのこれって、うん。やばいよ。いや、でも僕は挨拶に来たんで、うん、そのラジオ局に行って、とか言うんですよ。挨拶だったら今日の。さ、横ちゃんっていうね、うん、そこの南国の夜の横ちゃんっていう、うん、その、同じ放送、うん、土曜日やってるね、うん、沖縄の方が、はいはいうん、って言って。うん、それはね。うん。いや、でも明日土日よってなって。うん、ああ、そうかそうか。うん、土日だからね。うん、土日は、やってないよって思うよ。みんな、出社してないと。うん、ああスタッフさんはね、うん。そうだよね、うん、社員の人とかね。わかるでしょ、だって TBS で、うん、いるんだね。土日だからやってないよって言って。え、一人もいないんですかとか言って。やいや、いないよって。まあまあ、うん。本当にいないよって。あ、そう。沖縄はもう徹底していないよって言うんだ、うん、そうなんだ。休むときは休む。放送はしててもね。うん、放送はしてても。うんだから、その、島田、うん、本当に、その、何しに来たか分かんないっていうか。そうだよ。俺もなんか、金曜の昼間に来ればいい。そうでしょ。そうだよね。夜中来て、うん、その、ライブにステッカーを持ってくるはずだから、その、来たのに、ステッカーも忘れてる。それで、土日、その、ラジオ局回りますとか言って、わけわかんない。なんか、酒とか持ってきてんだけど、誰も、誰が持ってきてんだ誰もいないのよ。土日は。大丈夫、ゴーグルがポロッとか出たりしてない、シュノーケリングの。いやいや、ずっけ、どでけえカメラだけ持ってんだけど、これが後から聞いてくんだけど、そのどでけえカメラだけ首からさ、下げてて。一眼レフ買ったってあったもんね。それだけ持ってて、うん、で、なんかわけわかんない酒とかを、うん、どうやらこ、なんかその TBS の人から、これ渡すみたいな、渡されたやつとかを持ってんだけど、ちょっと会えないんですよ。そうだよね。いないんだから。スタッフさんいない、ね。土日は休みなんだから。事前に連絡とかってこういうのしないんだ。してねえんだ、あいつバカだからとかさ。もともとやる気がないのかもしれない。詐欺師なのかもしれない。詐欺師。合わないようにしてたもん、ね。偉い人から酒だけ買わせて自分で飲もうとしてたら。怖え、怖え。かもしれないわ。そうだよ。バケモンで、まあ、ゴリラ。あー、なんだなんつって。うん、土日もじゃあ僕は暇になっちゃったみたいな。いや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 、なんとか会えや。会えや。月曜まで色や。そうだよ。まあ、結果として全くその、寄り付きもしなかったんですよ、その放送局には。顔も出しすらもしなかったんですよ。まあ、いないからな。でも行くだけ行ってみたらね、そうそう誰かいるだろうし。もういいわ。出てるんだったら。もういいわ。ってなって。行かない行かないってなっちゃった。いやいやきみたいになっちゃったから。いやいやき。いや、もうしょうがねえな、なんつって。ゴリラのいやいや。で、まあ、ライブ。何歳だよ、訪れんだよ、お前は。43歳。いやいやき。で、ライブやったら、パッションやらも来てくれて。おう、おう。うん。で、おじさんも来てくれたのよ。あ、せやろかいね。おじさんはもう、もうわからないだから。せやろかいは言ってよ。来てくれて、それももう完璧な赤 T シャツ、はいはいはい、で、まあねうん、それで二人とも、で、俺たちのライトガールズのソロライブって言っても、うん、ライトガールズって8曲しかないのよ。うんまあまあ、で、全部やっても32分しかないから、あと1時間喋んなきゃいけないから、うん、そのいつもスタイルとしては始まる、うん一時間トーク、うん、で、怒涛の30分で終わるっていう。いいじゃん、いいじゃん。一時間後半に持ってくるっていうライブなのよ。すげえな。だ最初の1時間喋ってるところで、うん、一応パッションとか、あいいじゃない。セラガーおじさんとか来てくれて、うん、トークして、うん、で、セラガーおじさんもやっぱりその、昨日歌打ってかってさ、やっぱ毒づいたりしてさ。いいね。お客さんの前ですから、それは芸人だから。オンのね。そうそうそう。オンのせやろかね。やつにさ、こういうとこがひどいんですよ、みたいな。さすが芸人だね、そこはね。で、俺も引いちゃって。なんでだよ。お前がオフ、オフにしてんじゃねえよ、舞台上で。これ、こここそお前もオンオンだろ。俺も引いちゃって。なんで勝ったの？昨日あんなにあったのにとか言っちゃって。ちゃんとお客さんの前だもんね、それね。引いちゃって。あ、はい、はい、はい、わかりました、なんつって。なんでだよ。おじさん扱い。はい、じゃあ帰ってください、なんつってさ、戻してさ。ひでえな。
超ホームでやってるから、こっちは。いや、まあね。まあ、そうね。ホームはあっちだけど。でも、シェアのおじさんに知ってるわけですよ。めちゃめちゃ受けて。まあ、もうパッションもめちゃめちゃ受けてて。それで、まあ、二人もライブの宣伝もできたし、よかったな、なんつって帰ってきて、帰ってね。で、ライブも終わったんですよ。まあまあ、いいライブで。あ、じゃあ、それ撮って。それも撮って、で、ありがとうございました、なんつって。で、したら、まあ、終わって帰ろうっつったら、その、島田ゴリラが、その、ついてくんすよ。捨て犬みたいな感じで。まあ、生まれて初めて見た人たちね。時々いるじゃん。一人でさ、なんかなんつーの、こう、一人でなんかこうやってる時に、ちょっと捨て犬みたいなのがついてきちゃって、情にほだされてこう、育てるみたいななんか、あるじゃん。まあ、あるよ。相乗りでついてきちゃって、で、お前何なんだよ、つったら、いや、ちょっと。部屋を取ってないんですよ。うわ、恐ろしいな。やばいよ。何をしに来たのやばいよ。で、いや、そのコンドミニアム借りてて。やばい。アライゴリラ、島からやばいよ。ことなんだから、アライゴリラって、島からって名字かと思って、アライとバラすからね。アライゴリラ、島から。アライとバラすから、やばいよ。アライゴリラ、島から。ひどすぎるよ。それで、あいつが、その、ついてくんですよ。なんか、とにかく俺らの宿に。ああ、はいはい、ライス、島から。ライス、島からでしょ。いや、その、島かーる可愛くないんだよ人なんだよでっけえし。黒霧島の瓶が開いたらさあ、行こう、島かーるでしょ黒霧かよ。そんなの、そんな歌だったっけな。そんなんじゃないよ。ああで、ついてくる、やばいじゃん、部屋取ってるやつ。いやいやいや、でもそれでついてきちゃうんだけど、まぁ、あ、ちょ、この後は、ちょっと曲を一回聴いて。やべえよ、しまった。エレカタの、エレカタの、エレカタの、コンド太郎。はい、ということで。はい、ね、一応ライブの方ね、ね、来ていただいて、怒涛のね、初めてお会いしましたね。ですね、あの、沖縄の話どこまで、ラスカルが出てきたんだよな。アライゴリラ、シマカルね。シマカルがついてきちゃったんですよ、我々のコンドミニアムに。で、ラッピングボールみたいな。まあ、ちょうどいいことにというか、そのサンデーさんが無遊病ということで、お一人でそのホテルを取ったことでですね、その、島田がその泊まれるベッドがあったんですよね。ああ、でも、え、じゃあ、え、上出さんと一緒ってことそこのホテルにってこと違う。コンドミニアムの。ああ、そうかそうかそうか。で、まあ、しょうがないってことで、で、まあ、その、島田が来ちゃって、確かに。そうだよ、持ってるなやつな。で、なんか、その、いついちゃったんですよ。ああ、やっぱね、自分の匂いをつけちゃったんだな、コンドミニアムに。ガシ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 ね。耳の後ろから出るし。なんか一人でハイボール前でまた飲んでさ。わかるわかる。だってもう、渡すはずの酒ももう渡せないわけだしね。そうだよ、持ってきた酒も。本当だよ。どうしたのよ、酒。でも、何してきたのつって。うん、そうだよね。ちょっとしたお説教ですよね。まあまあまあ、まあまあまあ、なんつって。出来上がっちゃってんだよ。まあまあまあ。ベッドも確保したし。もういいからみたいな感じ。あ、わかるわかる。島田のね。で、次の日が土曜日で、もう、この日にちょっと晴れを取りたいと。もう、とりあえず島田はもういいから。沖縄のね。うん。もう晴れを取りに行ったのに、一切その青空取れてないから。ああ、今までね。やっぱそのライブ良かったけども、なんとかならねえかなと思ったんだけど、その日はまあ、朝から、このラジオでも散々喋りましたけど、赤い女の話しまして、ざまみ、ざまみ。出た出た。赤い女の、特定されちゃったやつね。エレカタの、すぐ特定。いろんな人に特定されちゃったやつ。いないんだよ。いない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 よ。神秘のね、そういう、そういう都市伝説ね。ざまみに行って、その話もしたし、まつわるところに行こうということで、今回、ざまみに行くことになったんですよ。そしたら、なんか、ゴリラも、まあちょっとラジオやってないし、回れないから、その空いちゃったんで、つって、ついてきたんですよ。俺らは予約してたんだけど、ゴリラは予約してないから。ちょっとめんどくさいね。でも、まあ行けるかはわかんないけど、つって、俺らの車に乗ってきてさ、ゴリラが乗ったことでまた攻めんだよ。狭いよ、ゴリラ乗れんだ。でかいしな。一応ゴリラは、荷物と一緒に乗ってたんだけど、大丈夫か？大丈夫か？だってみんな座るとこないから。大丈夫だよ。5人乗ってっからね。いやいや、でも、何人乗れっていうか別に乗っていい。ああ、やつだったんだ。5人とね。7人ぐらい乗れるのかな。荷物が多いから、椅子がないんだけど、椅子がないだけで、
まあ、その荷物にこう囲まれて乗ってたんですよ。うんうん、いいよ、いいよ。で、まあ、しょうがないから、その、ざまみまで行って、まあ、なんか飛行、なんかいいことに、船も取れちゃって、それで行ったんですよ。すげえ雨、の中。あら。うん。でも、まあ、しょうがないから、つって行って、で、またそのざまみでもお世話になった、仲良くなった人たちがいたんで、その人たちがもう車も貸してくれたり。うん、ああ、優しいね。その、無料で、その、パラソルとか。ああ、パラソル屋さんの話したもんね。貸してくれたりして。海の家のね。そうそうそう。うん、あの、オレンジ軍団と青軍団、うん。構想の話で、ね。構想の話で、ね。それでまあ、やっぱり絶対こっちで食べてっていうのがあったりもしたんだけど、うん、まあまあ、そのおかげで、いろいろ手伝ってくれて、うんうん、でまあ、撮ってたんですけど、うん、まあ、いかんせん雨だから、どうしようってなったら、ね、そこの、社長さんが、うん、あの車貸してやるから、うん、その島のあの辺とかあの辺とか行ってきたらって言うから。そっちは天気が違うかも。天気は面白いけど、うん、まあ海じゃないから、うん、まあ違う絵が撮れるよって言って。うん、絵代わりとしてはね。でまあ行ったりして、うん。で、やってる間に晴れたんですよ。あ、よかった。で、うわ、晴れた晴れたって言って、で海に戻ってさ、うんうん、そこ撮りたい。俺たちはその海で散々撮ってたわけ。で水着になったりして。うん、そうだね。じゃ島田もさ、それ入るかなって思ったらさ、うん、入んねん、一人だけ。全然。なんで入りそうな。で入りそうなのね。で俺たちの借りたそのパラソルの下で座ってんのよ。なんだなんだなんだでっけえカメラ持って。あ、そうかそうか。カメラをね。そうだね。とかとか。濡れたらダメだけどね。カメラ撮りたいのか。で、俺らはそれ撮ってたのよ。うん。それはでっけえカメラでなんかすげえ撮ってんの。あ、撮ってんの、うんうん、何かを。大丈夫何撮ってんので、こいつ何撮ってんだろうと思って。怖い怖い怖い。怖い怖い。え、6時の、特集とかで流れるよね。盗撮のやつなの？やってたの。そしたら海撮ってるって言うんだけど、うん、本当に海撮ってたのかなと思って。周りのその人たちはどのくらいそうそうそういたのビーチいるいる。あ、いるんだもん。もう晴れてきたし、でも俺たちは撮影してるけど、その水着の、ああ、人たちもいるのね。方もいて。あららら。ビキニね。で、それこそティーバックの子もいたんですよ。ああ。ティーバック。それやっちゃったらもうダメだよ。もうそれはもうじゃん。うん。それはもうでしょ。うん、ちょ、君、君、君、つって。今時もダメだよ、ね。でしょ？ SD カード飲み込むやつでしょ？ブル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 、君だよ！見たことないよ。SD カード巻き込むドキュメンタリー。ティーバックの子もいたりしたんで。うんうん、あれ、怪しいね。怪しいね。もう仲間だと思われたってね。そう、うん。危なすぎるよ、本当に。撮ってないってことなんですけどね。うん、その本人は。うん、その、映ってる可能性はあるけど、その、あくまでも、その、海を撮ってたし、なんなら、その、やついさんたちを撮ってたと。うん、撮らないもんね。サラソンとか出てきてさ、なんで撮ってこないんだろう。そうだけど、いやいや、いい映画撮れる。ここがいいっていうか。だって絵代わりでね、何台かあった方がいいからね、カメラの台数多い方が。ここがいいっていうから、うん、そこにずっといたんですけどね、そずっと座ってて。大丈夫、股間にバスタオルみたいのかけたりしてなかった大丈夫。ジーパンでした。ジーパンで、きつきつの、きつきつのね。股間だよね。まあちょっとそういう、ちょっと怪しい動きもあったんですよ。怪しいね、怖えな。で、実際ティーバックの人いたから。そうね。でそれも屈強な筋肉の男と、うん、むっちゃティーバックの女の人が、写真を撮り合ってたんですよ。まあ、その二人はいいよ。カップルでね。うん、お似合いだよ。で、それをなんかじーっと見てたんですよ、ゴリラが。怖え、怖え。怖え。撮ってんじゃないかなと思うんですけど、さすがにそんなことしませんよ、なんつって。うん、だそうよ。よくないそれもう、完全なるお縄だからね、そういうふうになんか、そういう思われちゃう状態がよくないよ、まず。そうよ。だっておかしいじゃん。みんな水着でいる浜に、一人ジーパン、うん、でさ、T シャツ、エレカタって書いてある T シャツ着てさ。ふざけんなよふざけんなよ聞いちゃねえよ、お前 でっけえカメラ持って座ってんだそれだけでもさ、季節外れたし、ちょっと。撮ろうが撮る前がやめてほしいじゃん。結構暑いでしょ暑いよ。暑いけどね、ば。そんな、だって、うん、わざわざビーチにパラソルを刺して、うん、そこで、そのジーパン履いてるやついないから。うんうんみんな、海行きたいしね。うん、綺麗だし。ジーパン履いて、普通にエレカタって、うん、でっけえ、まあ、エレカタって書いてある T シャツ着て、でっけえさ、やめてほしい。カメラ掲げてさ、ぼーっと座ってるさ、いないから、そんなやつは。じーっと屈強な男と、ティーバックの女を見てる。ただぼーっと見てる。怖いわ。なんだったんだろう、あれ。なんだった本当に。何撮ってたんだろうな、本当に。撮ってないって言うんだよね。でも見してもくれないでしょ別に。見してくれないよ。何も撮ってないよ。いや、これはやばい。何も撮ってないわ、おかしい。これはやばいな。ないよ、何も撮ってないわ。本当にやばい。
何も取ってないって言うんだから。もうエレカタ家宅捜索するよ、こんなこと言うと、本当に。それはなんとかね。いや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 、もうちょっとなんかもう、もやもやしちゃって、本当に。怖い怖い。吠えたんだけど。うんうん。で、ティーバッグが？ティーバッグが？いやいや、いろいろその PV 撮られて。PV ね。うん。うん、で、時、あれままで。チンコの形の石とか拾ってきたりして。ああ、ほのぼのしてんな。島田と、うん、島田と話とは比べてほのぼのしてる。うん、で、そのチンコのやつだけ、ちょっと、俺もなんかやらせてくださいみたいな。何？どういうこと？事故に当てがって写真撮りたいみたいな。そうそうそう。まあ、うん、そうだね。うん、これはできますっつって。分かんないんだよ、価値基準があいつ、うん。で、まあまあ、その島で撮れて、被害だったんで、晴れもね、そのまま帰って、うん、その日、もう、うん、サンデーさんたち帰んなきゃいけないんだから。そうかそうか、うん、サンデーさんたちはね。でも帰っちゃって、うん、でもなんとか撮ったな、つって、うん、で、その3、で、その日が最後の夜だったんで、うんうん、みんなで。うん、うん、それはね。で、うまい飯食い行こう、つって、うんうん、で、島だと行こうと思ったら、うんうん、菊池の、カメラ撮ってた菊池の方が、うん、頭痛がするっつって。やっぱ、太陽に当たりすぎちゃったっすね。まあそうじゃない、ちょっとやられちゃったのかな。来なかったんで、うん、我々3人だけで、うん、ゴリラと俺と菊池の映像の、うん、あ、映像のね。あの、サットの方かな。サットの方。サットは倒れちゃって。あの、カメラマンの方、ね。カメラマンの方はね。うん、映像の方はこれだ、うん、だって、まあ3人でご飯食ってさ、うん。はいはいはい。で、朝も。で、その日、次の日はもう撮れたから、うん、そうね。もう撮影することもないから。どうしようかみたいな。うん、で、日曜か。そう。うん、で、まあ、ラジオも行かねえし。行かないよ、とりあえず。なんか連絡とか取ってさ。横ちゃんにさ、会ってれば、うん、そうだね。別にそれでいいって言い出してさ、しまった。まあまあ、じゃあ、横ちゃんと飯食おうってなって。あ、それはね。で、横ちゃんがヤギ食いますかって言われて。ああ、有名な。うん。で、金玉を、うん、ヤギの金玉ってのは美味らしくて。おで、ヤギの金玉を食いましょうってなって。ほうほうほう。うん、美味しいんだ。で予約してくれたんですよ。ああ、優しい。島田も、ヤギを食べたいって言うから、うんうん、行ったんですよ、みんなで、うんうん。で、みんなでこう、俺と、まあ、カメラマンの菊池くんは朝から仕事だったんで、朝一番で帰ってたんで、で、変わらず3人、ね。映像を撮ってる菊池健太郎と、俺と、島田3人で、うんうん、そのヤギの飯屋行って、はいはいうん、で、金玉食って。おうまい。うまいというか、まあ、臭みがないんですよ、一番。へぇー。ヤギの。確かにね、肉とかはね、あるもんね。金玉が一番臭くないんだ。臭そうなのにね。臭くないですよ。で、まあ、一番高価らしいんですけど。あらら。一玉ずつうわー、それ薄切りにしてる感じで、刺身みたいな。生っぽい感じで食べる。レア。レア、レア。じゃあもう、お刺身、お刺身、要は。うん、じゃ新鮮なんだ。そう。うん、ヤギ刺し。へぇと、ヤギ刺し聞いたことない。ヤギの金玉刺し。金玉刺し。で、まあ、ヤギ汁と、ヤギ汁な。ご飯、ね。で、俺はもうこれ3回目だったから、うん、1回目の時きつかったけど、うん、結構慣れてきて、美味しい。美味しくなってきたんですよ。よもぎ入れてね。それで、島田も、ヤギ汁頼んで、うん、で菊池は苦手だって言うからイカ汁頼んですよ。イカスミ汁。イカスミ。まあ、それも美味しいんで、ね、沖縄のね。ね で島田はヤギ汁の中でもなんかヤギ定食にしたんですよ。うん、お刺身もついて、うん、あなるほど、ね。いろんなヤギ食べたいっすよ。あいいじゃない。それは沖縄をねちょっと満喫する意味でもね。したら、うん、うまいなって最初言ってたんですよ。うん途中から急に、なんか、橋が、やるよね、島田は。うう島田はそういうのやるんだよな。困って、それでよく見てたら、ヤギ刺しは別に頼んでたんですけど、自分はヤギ定食なんで、刺身ちょっとついてるんですよ。うん、その刺身を、スッて、みんなの刺身のところに、スッて戻したっていうか、自分の刺身じゃないよ、みたいな感じで、ヒュッと置いたんですよ。誰なんだよ。なんか、あれ、ヤギ。俺たちのヤギ刺しあるのに、わざわざ自分のヤギ刺しをスッと置いたらなと思ってたでしょ。で、ヤギ汁を、よせやいいのに大頼んでるから。ただやっぱゴリラ感出したいんだよ。なんだことないんだよ。いっぱい原作食った時、うーんなんて言ってたんだけど、ピタッと止まっちゃって。そっからなんか妙にそのヤギの肉を分解してるんですよ、箸で。細切れにして、下に多分沈殿させようとしてるんですよ。ちょっとの残りの汁でね、埋めようとしてるのね。異常なほど野菜炒めだけ食ってて。いや、お腹はじゃない。お腹は空いてるからね。そして横ちゃんが、うん、もう目ざとく見つけて。いや、わかるもんな、そんなの。残さないようにしてね、なんつって。あ、いいよ。で、一枚ずつ食べて、なんつって。いいよ、いいよ。もうしょうがないから、あいつも食べるじゃん。うん、なんつって。うん。顔が、ダメだったんだ。ダメだったんだね。大頼んじゃったから。なんとか食べて。ああ、頑張った、頑張った、それは。
で、終わって、うん、美味しかったね、なんつって俺ら言ってたら、うん、いや、マジで。本当に気持ち悪かった。出た。出た。後になって言うやつ。失礼なやつだよ。言うやつ、予約まで。マジ食えねえ。予約までしてくれ。マジ食えねえ。もう二度と食いたくねえ。あ、出た、出た。ああ、もうちょっと、これが最後の飯嫌なんで。あの、あれ、うまい。うまい飯生きてやつねえなんて。最低。最低だな。もうやろう。もうそれは横ちゃんと別れた。別れた。うん、別れたのね。うん。お子ちゃんには、ありがとうございます。ひどいな、ほんとに。乗った瞬間にバラされちゃう。うぃー最低だよ、ここですげーバラされちゃう。危ないんだよ。おめ、来んじゃねえよ、ほんとに。二度と行くの、沖縄、ほんとに。ほんとに。これもう上書きしねえと。やれよ、上書きだって。やったよ、上書き。やってんすよ。だから、もう、いや、上手かったじゃん。いや、もう、うまくないですよ。もう二度と食べないですよ。あ、そう。どうやらダメだったらしいね。まあまあまあ。食べれば食べるほどダメっすわ。言えば言うほどだな、お前。そんな言い出してさ。あ、まあ、面白いのもちょっとあったのかな、そう言えば。まあでも、本出してんね。うん、でも本当に苦手なんだろうな。上書きしてって言うから、うん、もう初日に行った、そのまた、ピザ屋に行ったら、ね、そのカール行って。ご挨拶も兼ねてね。まあしたら、まあ、まあ、今までのね。あの、いないんですけど。いなかった。90はあれなんで。うん、まあ、普通にね、その店員さんが いらっしゃって。で、食べさせてもらって。ちょっと、うめえ、うめえって。うめえ、上書きされたなんつって。いや、ほんとさ、やな話しに来たの。いや、ほんとに。にしかならない。ヨコちゃん。いや、これ、ヨコちゃんと会ったらいいんですよ。本当に申し訳ないね。本当申し訳ない。ピザお酒は渡したわ、横ちゃんには。渡したわね。うん。そこは悪かったね。よかったね。よかったよかった。横ちゃんにも感謝してたんですけど。うん、まあまあね、うん、仲良くなってね。仲良くなったから言えるのかな。いや、言ってないですよ。横ちゃんには言ってないですから。言ってないけどね。これ聞いて初めて横ちゃんもびっくりすると思うんですよ。うまいって言ってたから。その時は。俺はうまかったけど。島田はもう、上書きしてるっすよ。これが最後はもうありえないっすとか言って。首里城行きたいっつって。ベタなの好きだからね。結局ね。首里城に連れて行った方がいいね。一回でもね。そうね。見たことなければね。一緒に行って。して迷っちゃってさ。でも、吉本はどっか行っちゃったさ。あ、島田一人だけ。一人だけ。高いとこ行っちゃったのかな、わかんないけど。そうだね。広いからね、首里城もね。首里城ってタイヤとか置いてあるっけ。遊んタイヤの間ね、うん。タイヤの間あるかもしれない。うん、まあまあ、それで、なんとかね、その首里城でも写真撮ったり、うん、でまあ、ピザで上書きしたりして。上書きしたりして。で、最後二人で温泉入って。ああ、よかったよ、よかったじゃん、やっぱそこは。そう、それでもまたギリギリで。うん、ああ、もう島田のね、大丈夫っすよ。うん、大丈夫っすよ。だ撮ってないでしょ、自分でまず。チケットね。結構空港まで混むからね、沖縄はね。うん、なんとか、うん、帰ってきて。ああ、よかったよ。うん、まあまあまあ、まあなんとかね、PV は撮れたんですけど。はいはいはい。ほんと島田のおかげでね、うん、かなりもうめんどくさい。いや、確かにね。そんな、島田メモっていうのがあるんですね。あ、島田メモ？これはちょっと島田側から見るとちょっと違うと思うんだよ、うん、そうなんだよな。どこか、うん、巧妙に隠してるからな。ライトガールズ沖縄同好期。何が同好期だよ。呼んでねえんだよ。呼んでないからな、島田、ね。同好じゃねえんだよ。呼んで、うん。番組でもお伝えしている通り、今年4月から沖縄 RBC のネットが決まり、うん、一度ご挨拶したいなと思っていた。もう都合よく、やついさんとサンデー神出さんのユニット、ライトガールズの PV を沖縄で撮影するとの噂が耳に入った。噂これだと思った僕は、早急に同行の準備に取り掛かる。誰が同行か。怖いね。沖縄か、いくらくらいかかるんだろう。ダメ元で、取材出張願いの段取りをして、制作部に出してみた。結果は驚きの OK。え？これはラッキーだ。やついさん一行は3泊4日のスケジュール。僕は1日遅れの2泊3日の同行となった。TBS の仕事を終わらせ晴れない。いや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 、もうちょっともう、止めたい。自腹でもないの？自腹でもないの？いや、じゃあまずいよ。離陸してから、なんか忘れてんだよな。もうその時点で気づいてる。ステッカー忘れたわ。そう。RBC でエレガタネットを一役買っていただいた横ちゃんこと、横田、さんのお店、南国の夜の、でのライブで来てくれた人に、エレガタステッカーをプレゼントしようと、やついさんに話していた。TBS にいたんでしょ？俺は困った。きっと、くどくど、やついさん
に言われるに違いない。くどくどとかじゃねえんだよ。と考えていたら。リスナーのことでしょ、まずは。ぶん殴ってほしい。寝ていた。あっという間にお部屋に着いた。な、寝ていた。いられ、下り感じやがライブは22時からなので、銭湯で一っぷろ浴びた後。行けよ、まず放送局に。宜野湾にある。本当だよ。行けば、もう会えたんだから。直行すればよかったんだよ、RBC に。そう。何の頃に。一っぷろ浴びてたよ。バコちゃんと挨拶しつつ、とりあえずオリオンビールをごくり。ごくりうまい。オリオンビール最高。風呂上がりだから。オリオンビールさん、聞いてますか？お店には続々とお客さんが集まり、中にはエレカタリスナーもいた。なんだ聞いてますかってことだね。その中でラジオネーム、この世界の片桐仁さんが、ステッカーをねだりに来た。ねだり。やばいと思った僕は、最初は聞こえないふりをしていたが、聞こえないふりしたの？バカなんじゃない？しつこくねだってきて、そんな言い方ないだろ。金くれとか言ってるわけじゃないんだよ。正直にいきさつを話すと、すかさずやついさんにちくりの報告をしに行った。何なんだよ、本当に。ろくでもねえな。わざわざ言いに行きやがって。ライブは大盛り上がり。遊びすぎなんだよ、いろいろ。いろいろよ。おかしいよ、マジで。サンデーさんとの掛け合いトークもこなれたもので、新曲、ラブイズワールドの反応もすこぶり良かった、うん。次の日は引き続き PV 撮影のため、本島から高速船に乗り、ザマミビーチへ、うん。天気は小雨が降っていたが、なんとなく残念感が漂う。気を取り直し撮影開始。順調に撮影していく中、ビーチでお世話になっているマギーさんっていうね、方がいらっしゃって。マギーさんの車をお借りして、島を回ることに、うん。が、この車がボロボロ。やべえ、なんだよ、これ。すげえな。すげえ。ガムテープが至るところに貼ってあり。お前、中学生とかならまだ許されるよ。マジで動くのか心配だが、ザマミの雰囲気もあって、なんとなく味わいがある。いやどこお前島の名所や展望台などを撮影していく中で運転手兼カメラマンの菊池さんが車内も撮影したいとの話が盛り上がったとなると手が空いている僕が必然的に運転することに、うん、いいじゃん、いいじゃん。免許は持っているけど、うん、何年も運転していないので不安はあったが、うん、まあこのオンボロなら多少ぶつけても大丈夫かと開き直り運転することに思いのほかスムーズに行き、島の風も窓から入ってきて気持ちがいい。いやいやいや、天気もドドン晴れて。ドドン。どうしたドドン。なんだよ、雷雨じゃねえかよ、それお前。ドドンは雷雨だろ。ドドンだろ、これもう。なんだよ。ドドン晴れてってなんだよ、お前。一回雷落ちちゃってんじゃねえよ。天気もドドン晴れて。海の色も真っ青のグラデーションブルーに。バカだな。カッコつけてなんかいい感じのこと言おうとした。グラデーションブルーってなんだよ。みんなのテンションも上がり、曲をかけながらビーチを歩く3人は最高にカッコよく見える。なんか観光 CM でよく見ている光景が目の前に広がっている。無理やりでもついてきて本当によかった。撮影も一通り終わり、本島に戻る。その後は、やついさんのおすすめレストラン、そして世界遺産でもある首里城などにより、自分的には大満足。帰りの飛行機の時間を間違えつつ、やついさんと、焼き汁パッと、やついさんと背中島にある、スーパー銭湯、温泉かな、うん、に立ち寄った。露天風呂で最高の夕日を眺めながら、ああ、いい旅だったなぁと感傷にふけり、隣にいるやついさんにお礼を述べた。本当についてきてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございましたじゃねえだろ。沖縄の代表で日焼けしたやついさんも、ふっと笑みがこぼれる。薄い極上の赤色に染まった空を見上げながら。薄い極上の赤色に染まった順番おかしいんだよ、形容詞。薄い極上の赤色に染まったやついさんの言葉が出てきた。言葉が出てきた。もうちょっと遂行しろよ。一回読めよ、お前、口で。でさ、お前結局何しに来たの？そうよ、そうよ。最高の夕日が一気にぼやけて沈んでいった。だから夕日のことは言っとかないといけないんだよね。ああ、そっか。それ言いたいから。それ言いたいから。ですね。はあ、笑っちゃうけどな。大幅にカットしてますね。カットしたね。ただただ、その、変質者的に座っていた話も書いてないですし。そうだ、浜辺で写真撮った話。焼き汁残した話も書いてないし。そうでしょ？ティーバッグの、すこぶる好みのティーバッグの女がいた。そうだね、うん。いや、それ状況証拠だけで、うん、まあ、その、
取れてはないんですよね。うん、まあ取って、ね、現地は。まあまあ、あと証拠もね。見せてないからね。見せて取れてはないんですよ。隠しだから、ね。ただその、でかいカメラを持った、ジーパンのエレカタ T シャツの男が、パラソルの下で、その、ずーっと座っていた。そしてそこに、T バックの女の子もいたっていう、その状況証拠だけなんで。いけんじゃない状況証拠で。もういけるでしょ、とりあえず。とりあえず踏み込んじゃおうよ。うんうん、いけるでしょ。ということですね。まあでも。まあとはいえね、いろいろな人にもこう。なあ、そうだね。だから それで PV でそれが見れるわけだからね。オリオンビールの人とかにもお会いしたり。ああ、そう。オリオンビールの。その工場行ったりして。まあいやいや、なんかその来てくれてた人とかね。ああ、紹介してくれて、またそこから。ね。これじゃあ、これがなりになんかやってましたから、考えて。うん、ね、これからまた沖縄でね、入れ方もなんかやろうかな。いや、ぜひぜひね、ちょっと、不適にはなったでしょうか。OK 出てんだもんな。そうね、だからこれはちょっともう、また言われちゃうよ、こんなに。こんなこと言われて。RBC さん行ってないんだしね。お風呂入ってんだもん。だからこれやばいよ。大幅にもうカットされちゃってる。じゃあまあ一旦ここで曲、うん、アライグマラスカルロックリバーへかけときましょうか。行こうか、行こうか。黒霧島の瓶が開いたらさ行こう島川ホルモンの匂いに霧島ってそれ沖縄じゃないの沖縄じゃないけど沖縄と合わせてクベセでしょあクベセねクベセとかねザンパとかねあそこら辺あるいやいい歌だなこれ堀江光子さんのね感謝してるよ全然感謝したくねえよやだよ島カルに合わせてくれて島カルに合わせてくれてありがとう僕らのディレクター島カルに合わせてくれて全然かけてねえよ映画家のお前が受けてるのよ違う歌っちゃってんだもんカラオケじゃねえんだもん